さあ久々に出会いが非常にですね第4局を迎えています。小林さんは条件満たせそうな手ですね。堀まで5300点差です。はい、赤赤使って積もれば何でも OK、 仕掛けても OK、 出上がりだと、まあ、満貫ぐらいが必要ですね。というわけで5300点差、堀は流局した場合の点でもトップをキープすることができます。はい、で堀さん、さっき、はい、まあ、水原さんトップ目で迎えて、で伏せられる点差で、はい、まあ、無事トップ逃げ切ったじゃないですか。はい、今回も似たような点数に見えるんですけど、今回の方が多分まあ、なんか小林さんに限定すると手を作りやすい状況なんですよね。まあ、敵が1人しかいないっていう意味では大丈夫なんですけど、久渡さんも松ヶ瀬さんもそんなに軽い上がりをしないんですよ。ってなると、まあ、小林さんの上がり率がかなり高い局面、っていうことでちょっと大丈夫かなって心配になってると思います。なるほど。久渡は松ヶ瀬まで1万と1500点差、跳ね満を作れば逆転することができます。はい、松ヶ瀬と小林は倍満クラスが必要ですね。松ヶ瀬さんに関してはもう着アップはほとんど見ないですけど、はい、じゃあ着アップ見ないんだったら全力でかわしに行くかっていうと、それも結構形良くないと怖いんですよね。はい、守備力を捨てたくない手なんで、うんうん、だから松ヶ瀬さんの長い位置ってあんまり高くないんですよ。うん、ってなると、はい、じゃあ堀さん上がらなかったら大体小林さん上がっちゃうよね。うん、となると小林が上がった時にはまくられる可能性が十分ある。はい、じゃあ堀は結構前に出る可能性もある。うん、まあ、手配次第ですけどね、それも。はい、今回の手はいかがですか。まだ上がりを見たい。これです。はい、ドラが1枚のリアンシャンテ。久渡さんはこれはもう条件満たさない手でもリーチいきますかね。どうですかね。今赤が1枚のイーシャンテンですね。ただなんか一工夫二工夫入れると跳ね満になりそうじゃないですか。そうですね、自然に狙いの跳ね満は多分狙うと思うんですけど、もうあまりにも無理な跳ね満は多分目指さないと思うんで、そのあたりどう考えるかですね。はい、堀さんはうんギリギリ安全牌1枚抱えながら、ドラ来た、ドラ来た、これ難しいな。乱造切り、うん、さほど考えず時間はかけませんでした。下と乱造切り、まあ、ピンフ系でドラ2枚使って積もるルートですね。やっぱりあとは仕事3色、はい、はい、それにもう一つでもつけばハネマン。松ヶ瀬の手配が早そうにはなってきましたが、ここもちょっとスリムにしながら、さっき捨てたチーソーです。さあハネマンになるか。下と小林さんはイーシャンテンか。はい、ドラと赤赤があって十分な手配です。久渡さんが絞る状況じゃないんで、小林さんもね泣きやすいとは思っているはずですけどね。なるほど。うん、ここで手が止まっているのは4番堀。はい、そろそろもうやめるかどうかのなんか分岐点ですね。三層ポン、これで関数ピンの転配ですね。タニヤオドラ赤赤上がれば逆転トップです。いや堀さんね、これを嫌がってちょっと考えたわけではないとは思うんですけど、どうなんでしょうね。あ、でもこれでもう完全にやめた。堀がやめました。リャンピン切り、堀が7試合ぶりのトップを獲得するのか、それとも小林が5試合ぶりのトップとなるのか。数ピンが、数ピンはどうですか。久渡が2枚持っていて場に1枚、山には残り1枚です。うん、堀さんもね、小林さん仕掛けたけど川がめちゃくちゃまだおとなしかったんですよ。そうなんです。国士みたいな人がいいですよね。三蔵ポンで2ピン切った時点ではまだ2ピン以外チュンチャンパイ切ってないんで、はい、これは多分折り切れるというか流局まで行く可能性十分高いんじゃないかっていう判断だと思うんですよね。うんうんうん、じゃあここは降りて終わらせよう、うん、守って終わらせようという選択の堀です。いや、三蔵がポンされる可能性は飛んでくるかもしれませんよ。ドラドラ赤、久渡ミサイルが横から来るかもしれません。いや、来るかもしれないですね。はい、本当に。ただリャンピンが、リャンピンが全部見えてしまったか。あら、3ピンパーピン、スーピンが2枚、3ピン2枚、あ、スーピン、あー、やばい、これ、あ、これやばい、これは
あーパーピンなんだ。今数ピン打ってもおかしくなかったってことですね。あ、これ小林さん3ピン切ります。はい、そうなんですか。これは数ピンで3色ありますし、はい、まあ、チーピン積もっても OK なんで、関数ピンから数チーピンに変わって単葉赤になりました。3900、堀以外からのロン上がりでは届きませんよ。それをどうするかですけどね。それを上がるか上がらないか、うん、積もれば OK、 数ピンならば3色ついてロン上がり OK、はい、いや面白いですね。この順目だとまだチーピン見逃す人が多いかなとは思うんですけど、うんうんうん、もうちょっと後になるともう数ピンじゃあどんだけ積もれるんやって話になるじゃないですか。確かに。ってなるともうちょっと後からは結構やっぱり上がる。いやどうするんだろう、これチーピンが2枚も残ってます。ヒサトがチーピン引く可能性もある。うわ積もった、積もった。千二千、積もれば文句なしですね。タイヤを赤赤スッチーピン待ちに受け替えて千二千、積もれば自身が4000プラス、堀にマイナス2000つけて逆転ということになります。ユーネクストパイレーツ小林号ギリギリの勝負を制してチームメイト水原と本日チーム2連勝を決め、個人は5試合ぶりのトップを獲得ということになりました。非常に面白かったのがオーラス、はい、ドラの3ピンを切ってあのチーピン、まあ、堀選手以外からの出上がりだと一着にはなれないという点になりましたが、そうですね、まあ、関数ピンなら誰からでもトップで、まず、数ピンだと3色があるんで、数ピンで上がればどっちを切っても、3ピン切っても3色なんで、数ピンで上がればトップになるのは一緒で、その他にプラス要因として、チーピンのツモか直撃があると。そういう感じですね。で、なので、特に迷わず3ピンを切れましたね。まあ、問題はチーピン、他の人から出て上がるかなんですよね。そうですよ。どうするんだろうと思って。3900の加点なので、別に上がってもいいんですけど、ただ着順落ちる可能性が結構低かったんですよね。松ヶ瀬さんの条件がハネマンとかバイマンとかになってたので、実は見逃そうかなと思ってました。というのは3900見逃しても、流局したら堀さんは伏せるはずなので、流局しても1500か3000入るだろうし、直撃かつもものチャンスもあるので、まあ、チーピン2枚打たれたらどうしようかな、それでも脳天マップもあるし見逃してもいいかな、ぐらいでしたね。まあ、堀さんも見逃しが頭に入ってると思うので、そう簡単に同じ牌でも、同順の合わせ打ち以外は打ってくれないかもしれないですけども、それでもツモが高めならトップなので、多分見逃した方がいいような気はします。なるほど。非常に緻密な計算が、もちろんもうあっての選択だったんですね。ですね。